こんにちは、柴田です。今回はですね、私の知り合いがですね、今非常に困っていると、相談を受けたというかですね、これはひどいなと思う話があったので、皆さんに共有させていただきたいと思います。おはようございます。皆さんご存知の大手ネットショッピングで個人的に売買をする、有名なアプリがあるかと思うんですけれども、そこでですね、私の知人がですね、オーダーギター、あとオリジナルギターという名目の商品が並んでいて、非常に興味をそそったと。でそれでコメント欄でこういろいろ記載をしていたら、オリジナルのギターを作ってくれるという話になりまして、そこで購入したらしいんですよ。何を購入したかというと、スルーネックの木琴バード、スルーネックの木琴バードをですね、オリジナルで作れるっていうのはですね、非常に魅力的ですよね。それでトントン拍子に話が進みまして、そこで購入して届いてびっくり、めちゃくちゃな粗悪品だったらしいです。届いた瞬間にですね、段ボールが何かに入っていて、それを持った時にもうね、軽くてびっくりしたと。その瞬間になんか怪しい匂いがしたんで、バーッと開けて中を見てみたら、もうね、おもちゃのようなギター、その辺の廃材をですね、組み合わせて作ったような粗悪品だったらしくて、でもね、塗装はしっかりされてたらしいんですよ。でももうフレットもおもちゃみたいで、バックパネルを開けたらびっくり。こんな感じでネジ穴を作るの忘れてたんでしょうね。後からですね、廃材をボンドでくっつけてネジ穴を作るという、とんでもない粗悪品ですよね。見た感じはこんな感じで、スルーネック風なんですけれども、もうギターとして使えるような品ではないと。フレットもジャリジャリだし、音もブツブツ。こういうギターにですね、なんと10万円もですね、支払ったと。返品対応をしてほしいというふうな感じで、今いろいろ今話はしてるみたいなんですけれども、結局こうやってギターのことで揉めるのって非常に嫌ですよね。なので僕も含めですね、皆さん注意していかなきゃいけないことかなとは思うんですが、そこを見極めるのって非常に難しいですよね。今回のギターの特徴としてはですね、この木琴バード、見た目はですね、割と普通なんですが、木材は廃材を集めたような感じ。そしてコントロール部分が先ほどお伝えした通り、廃材がくっつけられていて、中はすっからかんと。で、EMG っていう風になってるんですが、これはですね、おまけみたいな感じでお遊びなんでしょうけど、特徴はこのクモインレイですね。クモインレイがフレットのど真ん中にズバッとある。通常のヒデモデルだったり、フェルナンデスのギターに関しては、このフレット寄りの方にですね、しっかりとインレイが入っております。このあたりはですね、技術が必要なので、なかなか本家のようにはできないんでしょうね。そしてヘッドの形もですね、ちょっと特徴的なんですよね。ロゴに関してはですね、その会社名を入れるか、何も入れないかというところで選べたようです。ペグや金属部分、あとピックアップなんかは自分で変えればいいことなので、そこに関してはですね、特にこの現在の仕様でも問題はないと思うんですけれど、キー自体がね、廃材集めたスッカスカのギターと。これはもうもはやギターじゃないですよね。今現在ですね、そのネットショッピングにもう個人的にこうやって工房を作りましたみたいな感じで上げている方々が悪いとは全然言えないです。全然そうとは思わないんですけれども、悪質な人もいるっていうのは皆さんお見知りおきいただきたいなというところでございますね。こうやってヒデモデルっていうのはですね、今生産されていないので、結構オリジナルで作りますよとかってなると、食いつく人が結構いると思います。で、しかも値段も10万円ぐらい。手を出せない金額ではないですからね。やはりですね、しっかりとホームページを持って、屋号を持って、どこで制作しているのか、誰が制作しているのか、その辺をしっかり分かった上で、ギターのオーダーだったりとか、リペア、メンテナンスっていうのは必ず行った方がいいんじゃないかなと。大手ネットショッピングのですね、いいところは無料で自分のページを作れて販売できる。ここはいいとこではあるんですけれども、逆にホームページの制作費だったりとか、当たり前にみんなが持っているようなことにお金を使わずに、やれてない工房はどうかなって思いますよね。
なんかこういろいろ話しているうちに、なんかエボニーの指板もいけますよとか、本魔法も使えますよとか、そんな今ね、大手メーカーですらなかなか手に入らないものをオリジナルギターに取り入れますよという風な感じでですね、言葉巧みに話してくるみたいなんですよ。まあ皆さんギターの相場はね、分かってるかとは思います。まあ例えばエボニー使って、本魔法使って、スルーネックのギターを10万円で作ってくれるかっていうとですね、やっぱなかなかそれはね、難しいと思います。もちろん良心的にそういった感じで作ってくれるところもあるとは思うんですが、作るだけでも2、3ヶ月はかかると思うんで、10万円の収入じゃなかなかね、商売にはならないですよね。ってなると財だったりとか、まあいろんなところで手抜きが始まってきて、最終的にお粗末なギターになってしまうということがですね、起こりかねないので、皆さんその辺は注意をして、オーダーギター、オリジナルギターを作成してください。もう一度お伝えさせていただきますが、今ネットショッピングに上がっている方々が悪いとは全然思ってないです。そういう悪い業者さんが稀にいますよと、注意してくださいというふうな感じの動画でございました。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。